このレッスンではこのコースで制作していくゲームアプリの完成版をプレビューしながらこのコースの学習のポイントについて解説していきます。今画面に表示されているのが今回制作していくこのゲームアプリをインストールしている iPhone の画面となります。それではこのゲームアプリを起動して実際のゲーム画面を見ながらこれから制作していく内容及び学習のポイントについて見ていきたいと思います。それでは起動します。 すると、このようなスプラッシュ画面が出てきてそしてその後にこのように「スタート画面」に遷移していきますそれでは一度こちらのゲームスタート画面を押してゲームをプレイしてみますそうするとこのような画面になってそして3つの穴からモグラが表示されてきます黒いモグラが悪いモグラそして茶色いモグラがいいモグラということで黒いモグラをタップすると得点。 そして、茶色いモグラをタップすると、減点といった形になります。そして、ゲームが終了すると、このように、ゲーム終了画面となって、ここに、そのゲームで取得したスコアが表示されてきます。そして、この、もう一度遊ぶボタンをタップすると、このようにスタート画面に戻って、そして、ここの最高得点のところに、これまでのゲームの最高得点が表示されるようになっています。今回のこのアプリでは、 この最高得点は永続的にデータを保存するという形ではなくて、このアプリを終了するたびに、ここの最高得点はリセットされるといった形としています。それではもう一度プレイしてみます。ゲームスタートをタップして、そして、黒いモグラの方をタップしていきます。茶色いモグラをタップすると、このようにマイナス、減点という形になります。このように減点されますね。 そして画面の上部では残り時間がこのように減っていっていますね。これでゲームが終了となります。それではスタート画面に戻ります。これがこのゲームの一連の流れとなります。このゲームを開発していくためのポイントがいくつかあります。まず一つ目はゲームのユーザーインターフェースの構築です。ユーザーインターフェースとはゲーム画面のことですね。このユーザーインターフェースを HTML と CSS を使って構築していきます。そして2つ目のポイントは、このゲームの画面遷移についてです。先ほど見ていただいた通り、スプラッシュ画面から始まって、そしてスタート画面、そしてゲームプレイ画面に、ゲーム終了画面といった形でゲーム画面が遷移していきます。そのゲーム画面の遷移の実装について見ていきます。 そして三つ目のポイントはゲーム中のモグラの表示や動きの制御についてです。モグラには二種類あっていいモグラと悪いモグラがランダムで表示されます。そして三つの穴からそれぞれのタイミングで表示されてきます。この三つ目のポイントではそれらのモグラの動きや表示の実装の仕方について見ていきます。そして四つ目のポイントはモグラを叩いた時の処理です。要するにモグラがタップ。 ククリックされた時ですねいいモグラ、悪いモグラ、それぞれをタップしたときに、条件分岐を起こして、いいモグラを叩いた場合には減点、悪いモグラを叩いた場合には加点、といった形で、実装を行っていきます。そして、五つ目のポイントは、得点の計算と管理です。モグラを叩いて得られた得点をリアルタイムに計算して画面に表示、そしてゲーム終了時には、そのゲームで得られた得点の表示、および、ベストスコア、 との比較を行ってスタート画面にベストスコアを表示させるための処理について学習していきますそして最後のポイントはこの HTML と CSS そして JavaScript で構築されたこのモグラたたきゲームをフォンギャップビルドにアップロードして実際にこのような形でアプリとして動作するように変換する方法について学習していきますゲーム開発となると少し難しく考えてしまいがちですが このコースではできるだけシンプルな仕様でこのゲームの作り方について解説していきます。順を追ってわかりやすく解説していきますのでしっかりとついてきてください。以上でレッスンは終了です。今回はこのコースで制作していくゲームアプリの完成版をプレビューしながらこのコースの学習のポイントについて解説いたしました。 以降のレッスンからはゲームアプリを制作していくための新規のプロジェクトファイルの作成および各ゲーム画面の HTMLCSS コーディングの方法について解説していきますのでそちらも合わせてご覧ください。